皆さんこんにちは賃貸不動産経営管理士 web 説明会始めていきます担当はレック専任講師亀田ですよろしくお願いしますはいそれではですね今回のお題がですねじゃあ賃貸不動産経営管理士ってどんな資格ということでですねまあ約25分から30分ぐらいでしょうかこの資格のことなどをねお話しさせていただきますのでよろしくお願いします でまあ、この時期、まだまだです、ね、外出、まあ、自粛が、ね、続いている状況だと思います。で、まあ、この映像を聞いてくださって見てくださってる方の中にはです、ね、まあ、なんとなく、まあ、外出も控えてるので、家で、ね、ネットサーフィンしてて、まあ、たまたま当たったという方もいらっしゃるでしょうし、で、何この賃貸不動産経営管理士っていう方も結構いらっしゃると思います。それから、まあ ももととこの賃貸不動産経営管理士は取らなきゃなとは言いつつ、えー、まあ、えー、見てくださった方もやはり、えー、一般的な認知度っていうのは非常にね、えー、低いっていうところですね、まあ、確かに、えー、近年ですね、えー、不動産関係のお仕事とかそれから、まあ、大家さんやってるっていう方ね中心に、まあ、どん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 急激にね、えー、興味が出てきて、えーまあ、認知度も、まあ、高くはなっているもののまだまだですね、えー、他の不動産の資格なんかに比べてもそれから一般的に比べてもね、まあ、認知度がそれほど高いところにあります。 いませんので、えー、今回はですね、えー、この賃貸不動産経営管理士って、えー、どういうものかっていうところね、えー、そこから始まってそしてその後ですねこの賃貸不動産経営管理者は結局試験受けなきゃいけないのでまあ、試験の制度、えー、そしてまあ試験受けるためにはどういう勉強するかっていうところをね、まあ、ちょっと一から説明していきたいと思いますのでね、えー、よろしくお願いしますというところです。はい ね、でお手元先ほどちらっとレジュメを見せたんですがもしもしですね、えー、レックの各校でですね見られてる方に関しては、えー、受付の方で、えー、このね8枚になってるレジュメですかねありますのでご用意くださればと思います。で、えー、ご自宅でネットでね、まあ、たまたま、えー、見つけたっていうのでご覧になってる方もそのまま見つけて、えー、私こういう形で、まあ、必要なカスとかねパッ映像に映していきますしグッ、えー、とねズームしていったりしますので、まあ、この。 レジュメを使っていくつかねお話をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。はいえー、それではですね、まあ、この賃貸不動産経営管理士とは、まあ、この図の、えーまあ、お題の通り、えー、どういう資格かっていうところなんですけれども、えー、レジュメをお持ちの方は先にですね3ページぐらいまで3ページぐらいとあれですね3ページまで進めてくださってここにですね、えー、少し小さい図なんですが賃貸住宅管理業者 登録制度ということとその下のですね賃貸不動産経営管理士などということでね、えー、少し説明書きがありますが、まあ、そこを使いながら少しねこの賃貸不動産経営管理士とはどういう資格かというところから説明させていただきますのでよろしくお願いします。はいまズバリ言ってしまえばですね、えー、上の方にあるこの賃貸住宅管理業、えー、というなりわいがあります。 まあ読んでの通り賃貸住宅を管理する業界ですね、えー、その業務を行う、まあ、それを成りわとしている業者において必要な資格が賃貸不動産経営管理士ということですね、えー、ちょっと説明になってないところはありますけれどもね、えー、簡単に言ってしまいますと賃貸住宅管理業における必要なまあ個人の資格がこれが賃貸不動産経営管理士ということとなります。はいですね はいまあ、ところで、まあ、あの賃貸、えー、住宅管理業者登録制度ということで、ねまあ、いくつか説明しておるんですけど、まあ、この賃貸不動産経営管理士の、まあ、説明をする前にどうしても避けて通れないのが賃貸住宅管理業ですねでそれが、まあ、今現在登録の制度になっておりますが、まあ、そのことから少し話していかなきゃいけないんですけれども。 まあこの賃貸住宅管理業者の登録の制度ってなぞやっていうところなんですが世の中にはさまざまな建物があってそのさまざまな建物の中には住宅がありますで住宅にもさまざま種類があってですねそれこそ戸建ての住宅があればそれから分譲マンションのようなものもあればえそれからえ比較的というか結構まあ割合的にえ特に都心なんかでは多くなっている賃貸住宅ねえ賃貸住宅さらに分けますとまあ賃貸マンションというのもあるしえそれから戸建ての賃貸もあるしね それからまあ線引きが非常に微妙な。どこまでがマンションでどこまでがアパートかっていう線引き非常に微妙なんですけれども、まあえいわゆる賃貸アパートということね。まあ住んでる側からするとかなり多くのね。種類があるということはまあ皆さんもご存知かと思いますね。で、その中で最後に言った賃貸住宅ですね。これはまあいわゆる賃貸マンションと言われているものもあるし、賃貸アパートと賃貸の戸建てもあります。けれども、その賃貸住宅を。 管理すするねままあ、借り主さんがいますでそれについてまあ、貸主まあ借りてる人たちがいるんですけれどもまあそれを管理していくなりわいこれが賃貸住宅管理業ということなんですね。えー、です。でこの賃貸住宅を管理するなりわいとしてね管理している業者の方は今現代登録制度これがあるんですね。ただこの登録制度は 現段階においては任意の登録制度まあこれ国土交通大臣に登録していくっていうこととなるんですけれども、えー、その任意の登録ってどういうことかっていうとやはりですね、えー、大家さん側からですね、まあ、依頼を受けてこの、まあ、賃貸する建物を管理していくっていうこととなるんですけれどもやはりこの 貸すす方もですね、えー、で管理を依頼する貸す方もですね、まあ、どういう業者さんがいいかっていうのがなかなか見えにくいところがありますので、まあ、その点に関して、えー、国土交通大臣の登録を受けている管理業者は「まあ、有料マーク」っていうところまではいきませんけれどもね,、まあねえーまあ、イメージするとその「有料マーク」をつけた「まあ、有料な、えー、業者」なので、まあ、安心して、えー、依頼できますよという形で進めているのが現段階の登録制。 ということはまあ逆に言うとこの登録というのは管理業者にとって利用するものであってえこの管理業者はですね登録をそれと有料マークをつけてまあ顧客まあ獲得にもつながっていくっていうのが現代のやり方なんですね。言ってしまえばえ任意の登録の制度の中で,今でもちろんその任意の登録の制度の中でもその登録を利用した場合は基本的には対 お客さんである借り主などに対してね、えー、まあ情報公開それからまあ情報をまあ説明していく、えー、まあ専門資格である賃貸不動産経営管理士というのが必要となってくるというのが現在の状況ですね。でこれちょっと今年に関しては特殊な事情があって何かっていうとですね実は言うと現段階ではこの賃貸、えー、住宅ね管理業者というのが任意の登録制になってるんですけど現在ですね 強制登録にしようという、えー、法律が今現在進行中で国会審議されております。で、今現在国会審議今がですね、えー、この私たまたまえ日付がで五月の二十の一日なんですけどね。ええ二千二十年の五月の二十で二十一日なんですけど、現在国会まあ通常国会においてですね、えー、っと審議をされている状況ですね。で、審議をされている状況というのは今 ほぼほぼ今般国会があって審議されてるっていうことなので、えー、これも可決がまあ規制路線として入っていくでしょうねいろいろ詰める作業の中でまあ今審議っていうことなんですけれども、まあえー、その上がってるまあ法律全般的に見るとね余計な法律があって、えー、まあ世の中の反対を食らってそして奴隷をまあ 残念したっていうのも、まあ、中にはあるんですけれどもね、えー、今回もありましたがねごちゃごちゃっとしたのまあそういうのは置いといてほかにもさまざま審議している中でまあまあ、えー、国会審議されてる状況になりますとその時に決まってそして、えー、まあ何日かそれかまあ一月二月後には可決してんでまあ1年以内だったら施行されていくっていうことなので今現在この管理業者をもう必ず登録させようというまあこれ法律 これがまあ決まっている状況なんですね。まあほぼ十中八、えー、まあ可決がされて、そして、えー、今年度中、えー、まあ今年度中は無理だとしても、ね、も、えー、来年、えー、入った時にはまあほぼほぼ、えー、今現在の任意の登録制が強制の登録制に変わっていくという状況になっているというのがまあこれちょっと今の特殊な事情ですね。そうなってくるとです。えー、この賃貸住宅管理業における必要な資格である 賃貸不動産経営管理士これの立ち位置も結構変わってくるでしょうね、えー、でまあ、強制的に登録制度になってきますのでまあ、そうなってくるとやはり、えー、賃貸不動産経営管理士の立ち位置もかなり変わってくるというのがまあ現状ではありますまあ、あのきっちりとしてはまだちょっと見えてないところがあるんですけれども、えー、この賃貸重 の管理業者自体がまあ強制登録になるというのはね、まこれはもうほぼほぼ決定的ではありますので、まそれを踏まえてね、少し話でも進めたいと思います。で、この強制登録になるとどう違うかっていうことなんですが、ま簡単な話ですね。今までは任意の登録の制度になりますので、登録するかしないかはいうただ登録すると有料マークが付くので、客獲得なんかには多少有利になるでしょうねっていうところでしょうかね。いろんな情報も入ってくるというところは便宜を図ってくれっていうことなんですが、強制の 登録になりますと登録なしに賃貸住宅管理業をやってるのが捕まりますということ法律違反でねえとそういう状況なのでえもうこれはね全くがらっと違ってくるというところですねであのそれこそこの賃貸住宅管理業者っていうのはもう大手からそれから本当にえ個人でやっているようなところまで様々あるんですけれどもえまあこれがですね、えー も絶対登録しななきゃいけないけそしてそうなってくると賃貸不動産経営管理士というのがねまあ絶対的に必要になってくるというかなりしんどいっていうところもありますまあそれで今調整はしているものの、えー、まあ強制登録になるとまあかなりね、まあ、変わってくるというのが現状ですねでなぜこの賃貸住宅管理業というのをまあ今強制的な登録制度に変えてるか。 というところなんですけれどもやははりそれれトラブルが多いんでしょうねこれちょっと建物というところのカテゴリーに広げますとですね、えー、建物の管理って様々あります。それからそれこそ、えー、分譲マンションの管理からそれから一般のビルの管理から倉庫の管理からねで今見てる、えー、まあ賃貸の方の住宅の管理から様々あるんですけれども今現在、えー、強制的に登録になってるというのは ちちょっっとと先ほどちらっと言ったあの分譲マンションのマンションの管理業なんかはこれ強制登録になっておりますところが一般のビルの管理なんかはまあそれぞれですねあの衛生的なところからですねまああの登録制度にしてこれを先行ったこの登録というのはまあ2位のねそしてさまざまな便宜を図っていこうというところはあるんですけれどもえーこの今この賃貸住 宅の管理が分譲マンションの管理と同じようにね国土交通大臣にま強制的に登録していかなきゃいけないという状況になってる。まあ、なぜかというと、やはりトラブルが多いんでしょうね。特にこの借り主と管理する側においてですね。で、ここでいう管理っていうのが。 まあごくごく一般的なイメージとするとまあどうしてもねえそう清掃をしたりそれからえまあ修繕を行ったりえというイメージがどうしても出てくるんですけれどもまあズバリズバリ言ってしまうと賃貸住宅の管理ってなりますとやっぱりお金。 賃貸するということになりますと借り主から、えー、結局賃料を預かっていくということになりますのでそういうのも深めた管理ということから敷金なども存在するでしょうね、まあ、そういう管理となりますのでお金が発生するところにはどうしてもトラブルが多く起こってしまいますので、まあ、そのためにね、えー、この管理業者自体をやっぱり登録制度、えー、強制登録制度にしようというところですね。それかから、えー、なんだかんだだ言ってもここ 今年今審議されて、まあまあ、間違いなく、えー、来年に、ねえー、なったら、えーまあ、強制管理となるでしょうという、まあ、一つの中にですねこの、まあ、貸主という立ち位置の人がですね比較的、まあ、どちらかというとそれこそ数年、えー、10年20年前までは経営という、えーね、概念が非常に強くそして経営していこうという形で貸主になっているものが多かったんですが近年はそれこそですね、えー、親からたまたま相続したアパートを 賃貸出そうとかそれから、えーまあ、それこそ引退した後のですね、えーまあ、資金のためにっていうところあるいは現役の人もそのままねサラリーマンやりながらそれから、えー、女性も結構多いでしょうね、えー、まあアパートをちょっと貯めたお金で買ってっていうところで、まあ、やっていこうということで今までその住宅を賃貸することの,その経営に、えー、あんまり関係ない人がどん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 参入してるんですね。えー、それはは一つは、えーまあ、いろんな、えーまあ、自分の やっぱり、えー、資産をどうしようかっていうところから入っていっているのでどっちかというと知識経験薄い人が、ねえー、入ってきてきまあそうなってくると、まあえー、管理業者としても、えー、これも人ですからね。えー 厳しいお客さんよりも緩いお客さんの方がどうしてもですねあの自分に恣意的なこと、まあ、これ全部じゃないんですけれどもそういう契約をしたりするのでまあどん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 今現在トラブルが増えていっている状況ですねそうするとやはりですね、まあ、そこ、まあ、登録制度にして、えー、まあ行政の監督のもとにおいてそしてまあしっかりこの業界を進めていこうというのが一番大きな狙いですね。そうなってくると 対お客さんである貸主さんである一番しなきゃいけないのが情報提供ですね、えー、まあ契約を行う際にはこういう契約ですということをしっかり説明できる資格者それが賃貸不動産経営管理士、えー、このように考えてください具体的にはちょっと小さくね見えにくいんですけどね、えー、貸主さんに対してまあこういう契約をしますけれどもということで重要事項の説明、えー、あるいはねその重要事項説明書への記名を応援したり それから契約書面作ります。その契約書面にね記名を印したりそしてそういう専門家ですから賃貸住宅管理業において、まあ、事務所がありますまあ事務所ごとにね、まあ、この賃貸不動産経営管理士というのが、まあ、設置義務が出てくるという立ち位置で、まあ、必然的にどん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 この賃貸不動産経営管理士のね、えー、資格の、まあ、ニーズが増えてるというところですね。そうなっってくると、とちょっと今回2つ目ののですが、えー、試験のね。 この賃貸不動産経営会社はこれ試験受けなきゃいけないんですけど試験はどうなってるかっていうとやはり人数が増えてくればくるほどですねえ受験する人も増えますそれから難易度もやっぱり上がってくるでしょうねでこれで少しちょっと試験の情報に入っていきますけれどもそうですねえ試験2ページ目なんですけどレジュメをお持ちの方はねこちらにですね 過去一二、えー、の三の試験、昨年から高尾にを持って五年間のですね、賃貸不動産経営管理室の試験の元校としてあります。で、たかだか五年前なんですけれども、申し込み者が五千人ぐらいで、でその前二年度ぐらいから始まったのかな、平成の二十五年、でそこの平成二十五年と二十六年は四千前後だった、えー、と思います。で推移してたのが二十八年度にいきなり倍超えて一、えー、万三千人の申し込みがあって。 昨年令和の1年になりますと2万5000人ですねこの事件がありました、えー、申し込みがありましたというところですねまあ受験者はそのうち、えーまあ、8割から、ね、8割5分ぐらいの人が受けるんですけれども合格者合格率ということで過去5年はこのような形で推移しておりますというところですねはいで特筆すべきがやっぱりこちらの合格率でしょうね、えー、合格率のところまあ この点についいててはかななりでですね、ね。昨年がとと低くなっているというこころでしょう、ね、これが何のためにっていうところが非常に見えにくいところがあるんですけれども人数なのかそれからやはり今回ねこの強制の賃貸住宅管理業者の強制登録ということを受けてより確かなしっかりした知識を持っている賃貸不動産経営管理士が必要だっていうところで難易度をわざと上げているかこれはわかりませんけれどもこの傾向が元に戻って もう少し簡単な合格率で入っていくっていうことはちょっと考えられませんのでね令和の2年これはまあ傾向としては、えー、続くかあるいはより難易度があってくるかっていうふうなね、えー、傾向となりますのでまあそりゃそうでしょうね、えー、しつこいようですけれどもあの必要とし、えー、この資格が必要とされている業界、えー、これ自体がね、まあ、あの必ず強制的に、ねえー、登録していかなきゃならないというふうになりますとまあ 新た不動産経営管理所ね何の難易度が下がることはちょっと考えられませんからっていうところですね。でそれがですね、えー、今年はもう少しねこの試験の制度が違ってて今までこの令和の1年まではですねこの試験、えー、まあもちろん4択のマークシートっていうことなんですが40問だったのがですね今年はですね令和の2年ですねはこれは問題数が50問に変わって。 でえーまあ、時間ももちろん延びますがね。えーまあ、より 多くの知識を聞いていこううという形で変わってきますでこれ実を言うとですね昨年の令和の1年の試験の前にもうでにですね、えー、来年の試験になりますと、えー、問題数が現在の40問から50問に増えますよっていうことですで、えー、にアナウンスされてるんですね。ということは、まあ、もちろん今現在は民間の資格、えー、まあ民間といえども公的資格なんですけれどもね、えー、であるもののほぼほぼ民間とは言いつつ、えー、この大元になってる国土交通省この移行もものすごい 受けているので、えーまあ、今後ね、えー、この資格に関しては、えー、どん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 難しくなるっていうのはもうこれは、えー、もう明らかに見えておりますのでねじゃあ一つの結論として、まあ、せっかくなんかネットサーフィンしてたらたどり着いたっていうところなんですけれどもそこでもし興味持っていただいたら今のうちいや今年ね、えー、必ず取っておきましょうそれから会社などから「えーまあえー、取れ」と言われてる方はね、えーまあ 2021年2年3年となっていると、ね、簡単になるというとちょっと考えられませんからね、まあ、今年必ず取っておきましょうというところねまあそこですね。はい、で試験に関しては日程は1ページさらに戻っていただいて、えー、と8失礼しました試験時次第ねこの令和、えー、の2年に関しては11月15日の、ね、日曜日ということとなって ております。で形式は50問で、えー、2時間で解いて、で免除の制度なんかもあったりしてっていうことなんですが、試験の出題範囲はこういう形になっておりますっていうのがね、えー、まあっと説明していくところですね。まあ,あのこういう過剰書きだと非常に見えにくいところもありますので、一つですね、ちょっと試験科目を 少し、えー、分かりやすくしたものとして、4ページあー、失礼しました、5ページにですね、ちょっと一覧表の中で、これはまあ確かに40文の時代ですけれども、こういう形で、ちょっと取材されましたという。 ところですね、えー、賃貸不動産経営管理士の、まあ、科目別特典、まあ、戦略ということでありますが、まあ、出題自体がですね比較的広くて法令系としてね、まあ、合計11問それから、まあ、登録制度系として合計の7の9問かな、えー、そして賃貸、まあ、実務管理っていうところですね、えー、それが、えー、と3の2の5の9、えー、と5で、えー、合計で14かな。 から建築や設備の知識も踏まえて合計で40問出題されるっていうところですね。はい。で昨年度はその40問のうち合格基準点が29点でした。で右の欄にあるのはまああくまでも3 こうなんですが、まあ、同じ不動産系の資格のもかなり、ね、歴史のある、まあ、宅建士との関係なんですけれども、まあ、宅建士の資格試験勉強をしていればね、まあ、こういう形で重複してですねかなり関連性が高いですよっていうのをちょっと示しております。まあ、なぜこれ示しているかっていうことなんですけれども試験の実施自体がですね11月の15日でですね あの実を言うとこの賃貸住宅の管理業というのはあの町場の不動産業者が合わせてやってるっていうところが非常に多いですねそれから大手になっても、えー、まあ、えー、いわゆる完全な宅建部門とそれと、えー、管理部門というのでねまあえー、結構密接してるところが多いので宅建試験に関連して受けてる方って結構多いですね。えー、ですからまあちょっとそれと合わせてそして試験日程ですが結構。 えー、パターンとして多いのが同じ年の、えー、宅建試験宅建試験が10月の第3の日曜日ですから、まあ、そこから数えて約1月弱のところでね、えーまあ、勉強してっていう人も結構多いので、まあ、比較する意味でですね ちょっとででのの、えー、科目の関連性を見ておきましたというところなんですねでざっくりいきますと、えー、もう一度これは試験科目別のですね得点戦略というところになりますがあの、まあ、決して難しく突っ込んで出てくるわけじゃないんですけれどもかなり範囲が広いんですよ、えー、法令系として、まあ、これは具体的には民法であったりそれから、えー、まあ建物をまあ賃貸する場合の借地借家法であったりねそれからまあ関連法としてね個人情報保護法など、まあ、多少ですね、えー、まあ関連法を だけですけれども、結構多岐にわたって取材されるというところですね。それから登録制度、この賃貸住宅管理業というのは、まあ先ほど言ったように、えー、今現在2の登録でそれでもちゃんと、ねえー、規則があったりするので、まあそれが、えー、まあ今後、えー、法律になったりしますので、その,、えー、この登録制度自体がねどういうものかっていうところね、そういったもの、えー、が取材されます。それから賃貸管理業務、まあこれ実務の知識など。 すするんですけれども、まあ、例えばですね、えー、そうですね、まあ、なんかこの仮入手の募集、まあ、これになってきますと他の法律との兼ね合いがあってまあ宅建業法上のね宅建の免許がいったりするので、まあ、どう調整していこうかっていうところでありますで管理する上ではですね、まあ、どうしてもまあ税金の問題も出てくるでしょうさまざまな問題も出てきてですね、まあ、実務上をまあ必要な知識というところでね、えー、またこれもね、えー、10問。うん じゃないね、あ先ほど見た14問出てくるというところですね。で最後に見たように、えーまあ、必ずというわけじゃないんですけどねあの、まあ、あの修繕する際にもやっぱり多額のお金が動いたりしますので建物の、まあ、あやはり、ね、基本的な建築の知識とかそれから設備の知識、まあ、こういうのも踏まえてそれこそ法律からそれから登録制度からそれから実務知識からそして、えー、建築や設備の知識まで多岐にわたってでこれが。 まあ、あの問題数自体がね、えー、これが2020年令和の2年になりますと50問になりますとまあそれ以上に増えるというわけじゃないんですけどねより突っ込んで出てくるっていうところ、ねえー、がありますので、まあ、ここが結構大変ですね。で実際僕の感覚で言うとですね、えー、それこそ。 去年、えー、非常に難しかったと思います一昨年非常に難しかったと思ったんですけどより以上に去年ね、えー、難しかったということになりますので、えー、ここで大変なのが勉強方法なんですね。でこれ確かに試験実施団体はですね、えー、公式テキストということで、まあ、あの管理に必要な、まあ、知識ということでね、えー、やっぱり、えー、その管理に必要な知識ということで、まあ、やっぱり公式の 本公式のテキストを、まあ、やっぱり私手元にあるんですけどね、まあ、書籍上で言ってこれ皆さんのところにちょっとお見せできないんですけれどもうわーと思うぐらい結構な知識が必要です。ページ数でうわー1000ページ超えてるのかなでこの中からもちろんこれは賃貸住宅の管理ね賃貸不動産経営管理士の知識に必要なものなのでこれはちゃんと勉強してくださいっていうところはなるんですけれどもこれをまともに覚えるとなると結構試験っていうところだときつくなりますのでこれはもちろんねそういうのを踏まえ 私たちはですね、えー、やっぱりプロの集団ですから、えーまあ、その実務に必要なところは一旦置いといて、まあ、やっぱりこの試験試験受からないと話になりませんのでね、まあ、そのためにさまざまな講座もね用意してて皆さんには提供しております。まあ、ちょっとでですね、えー、今回資格の中でうわ結構大変なな勉強しなきゃいけない,かなっていうのとで最後にね見ていただいたんですけれども。 私たちやってるとかさまざまね、えー、講座を用意しつつもね、えー、皆さんに、まあ、試験に受、えーまあ、かるということを前提にねさまざまなものを、まあ、提供しておりますので是非是非ですね、えーまあ、今現在こういう状況でですね外出もままならないそれから、えーまあ、教室なんかも、ね、ないっていう状況なんですけれどもまあ、あのー いいいろろんなところから情報を見てててただいてそして、えー、せっかくこのね賃貸不動産経営管理士あそういう資格なのかあそして、まあ、今後の展開になりますとそうかそうかニーズがどん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 上がっていくんだな、えー、そうなってくると取るんだったら、えー、どん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 毎年毎年年度が上がってそれこそ合格率が、えー、一桁あまあ一桁まではいかないでしょうけどね十何パーセントっていうふうに下がる前にぜひぜひ取っておこうと考えられた方はね、えー、まあ 勉強する中でね、えー、やっぱり、えー、今の時代は、えー、やっぱりその時間をね、えーまあ、お金を使ってでも買ってでもねやはり勉強していこうということでいくつかでも私たちが、えー、お助け、えー、そしてサポートしてい,ていきたいとは思っておりますのでぜひぜひね、えーまあ、一緒に勉強していきたい、えー。そして 今年ね、えー、合格を勝ち取っていただければだなとは思ってますのでね是非是非よろしくお願いします。はいえー、それではですね、まあ、今回はねざっ、えー、とねもともとの資格はどういうものかそれから試験の概要ほんの少しでしたがね説明させていただきました。はいえー いろまあこれ以上、えー、まあいろんなことを聞きたい方はねあのレックではもちろんあのコールセンターなんかを用意してね、えー、そして、えー、説明あるいは用意している口座なんかをね、えーまあえー、ちゃんと提供できるようにはしておりますのでまあ外の辺もぜひぜひ活用いただければなとは思います。はいえー、以上にて、えー、今回ね賃貸不動産経営管理士のウェブ口座説明会、えー、これ終了しますので皆さんお疲れ様でした。